まずに山根からの長いボールになります。長瀬って落としたところですが、クリアをしていきました藤村です。さあそしてスローイン、秋野から放り込んでいく、さあ流れていって杉子が中、押し込んだ、追いついた、まだ時間は残っているはずです。時計を見ました、長期者監督。2対2、湘南が追いつきました。ただまだ湘南はこれでは足りません。札幌は引き分けでも勝ち抜けです。ただまだ時間は残されているはずです。